阪線です。風が強いね。ちょっと残り40。コバさん、サクラホールディングス1点返し、3対2でサクラインバスのリードです。この試合勝ったチームが決勝進出となる大事な試合になっています。残り5分半です。ちょっと残り40。
ない、入ってないんだ。今の入ったかと思った。サクラホールディーズ1点返しました。4対3でサクラインバースがリードです。この試合勝った方が決勝進出となります。試合の残り時間1分半です。危ない。